はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やすでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国、世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、牛乳を飲まなくなって約1ヶ月が経とうとしております。まあ、そのためにですね、体に何か変化があったかと聞かれてもですね、別に何もね感じてません。まあ、特に変わったこともないんですよ。でもね、その牛乳を飲まなくなったという事実があるだけにですね、カルシウム不足になってんちゃうかなってね思ったのでね、チーズでカルシウムを取ろうと考えました。ナチュラルチーズにはね、 100g あたり 660mg のカルシウムが入っているとネットで見つけました。まあ一気に 100g も食べれませんけど、じゃあ魚食えやって感じなんですけどね。まあ魚はね、ちゃんと食べておりますのでね、ご飯の時にね。で、ほんでまあね、そう、ただチーズを食べるだけではね、食べにくそうな気がしたので、こう最近食べてないなと思ったチーズケーキをね、食べてみたろうと思いました。まあ、多少はね、チーズケーキでもね、カルシウムは取れるとね思ったんです。でもね、ただただその売ってるチーズケーキとかあるじゃないですか、あれにはね、お砂糖が入っているので、今の僕にはちょっとね、糖尿病予備軍なのでね、ちょっとね、チーズケーキをかけて食べるのはね、ちょっと気が引けるんです。いや、まあそれやったら作ったらええやんってなったので、今からね、ノンシュガーチーズケーキを作ります。では移動します。はい、では今からね、作っていきますね。見ながらね、説明書見ながらやりますんでね。まずクリームチーズ、これクリームチーズね、200g です。で、ホイップクリーム1箱、初めて買いに行きました、この前で。バター 40g、 レンジで20秒ぐらい温めて溶かしておいたやつ、はい、溶かしておいたやつです。これがね、バターです。作り方、クッキーをジッパー付きの袋に入れ、手や綿棒で潰して細かくする。クッキーね、これ以前作った自作のノンシュガークッキーです。こいつをちゃんとね使いますよ。これをそのね、ジッパー付きの袋ってね、これのことやと思います。で、これに入れて砕くんでしょう。もう砕けたんだけどな、砕きますよ、こんな感じで。と思うなら、まあ、こんなもんじゃ、でも入れても、入れました。砕く、まあ、この後よりまたね、なんかクリームに戻りそうな気するんですけどね。砕きましたね。すごい柔らかい出来やったんでね、これ前ね、すごい砕きやすいです。レンジで20秒ぐらい温めた溶かしバターを加え、よく揉み込む。あ、この中にね、バターを入れますよ。入れて、一応蓋しとこうかな。揉み込め。めっちゃべちゃべちゃやねんけど、こんなんでいいの？多分ね、このクッキー、あれやと思うんですよ。チーズケーキの下に引くやつと思うんですよね。あかんと思うねんけどな、ちょっとクッキー足そうかな。あったあった。アンパンマンビスケット、子供のやつ。では、溜まってるやつだろう。全部砕いて入れます。一応ね、これもね、子供用、赤ちゃん用なんで、砂糖は入ってしまってますけどね。入れましょう。しゃあないです。これやったらちょっとね、べちゃべちゃすぎると思うんでね。まあね、前のね、クッキーの動画の時のようにね、みんなね、もう、ああ、って言いながら見守ってくれてると思うんですよ、皆さんね。今日も見守ってください。温かい目でね。ルールなんか知りません。初めてなもんで。さあ、こんなもんでいいやろう。まあ、ちょっとめちゃくちゃやけどな。熱コンテナにラップを引き、滑らかに、平らに敷き詰める。あ、これを敷き詰めるの。これね、耐熱コンテナ。タッパーですけども、ちょっとあらかじめ用意しておきました。もうラップは引いてあります。トイストーリー。これを、ね、これが入れるんでしょ。はい、はい、でや。よし、入った。入りました。こんな感じでね、これを敷き詰めるんですね。はい、敷き詰めました。やっぱりね、柔らかいから、動画とか他のやつ見てたらこう手で押さえてたんですけども、柔らかすぎて簡単に敷き詰められました。ボウルに常温で柔らかくしたクリームチーズを入れ、ヘラで滑らかになるように混ぜる。ボウルに常温で柔らかくしたクリームチーズを入れて、ヘラで柔らかくなるまで混ぜる。クリームチーズ、ボウル、入れます。はい。入った。混ぜます。硬いやん。塊をただただ混ぜてるだけです。ヘラで混ぜるって書いてるからね、ヘラで混ぜなきませんやんか。滑らかになるんですか。一応固形物がなくなって、まだ固形っちゃ固形なんですけども、さっきよりも全然柔らかくはなってます。ここを
躊躇したらあかんの、もっとせなあかんの。さあ、柔らかくなってきました。これぐらいですかね。先ほど柔らかくなったでしょ。ホイップクリームを入れてさらによく混ぜる。これね、入れます。開けるとこから、開けて入れて混ぜる。ゆっくり混ぜな、飛び散りそうやな。これでもね、ホイップクリームって混ぜてたらね、生クリームにならないんですかね。大丈夫なんですかね。ならんように混ぜなあかんのかな。あ、でも劇的に全然違う。さっきより全然混ぜやすくなりました。こぼれるこぼれる。さあ、出来上がりました。なんかこういう形になるようになってますね。もうこの感じでチーズケーキなんかなって思わすようなね、見た目なんですけどもね。で、これをコンテナに流し込みます。これに入れます。難しいな。こんな入るんかな、全部入るんかな。これを入れていきます。このように皆様どうやって入れてるか分かりませんけど、僕はこのように入れてみます。何が正解か分からへんですけどね。入りました。だいぶ敷き詰められてますね。これね、空気あってトン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 した方がいいんですかね。これ、おお、なんか見た目はすごいチーズケーキっぽいですね。これね、こんなプリン、チーズケーキプリン的な感じになるんかな。どうなんやろ。はい、一応完成です。8時間ほど冷やせば出来上がり。8時間です。ラップをして8時間置きます。いや、冷やします。冷蔵庫にね、それで蓋をする。これね、8時間経ったやつがこちらになりますね。実はね、作ってたんですよ、これ昨日の寝晩にね。8時間もね、待ってられへんですからね。これはでも今から8時間冷やします。で、明日食べます。では今からこいつを開封していきます。どうなるんでしょうかね、初めてなんで。さあ、どうやって出そう。このままラップを容器から出せばいいんですね。出てけへんかな。あ、出てきた。出てきました。チーズケーキすごいですね。ちょっとこの上で出そう。食べたことあるチーズケーキと違うぞ。これはね、もう知らないか。おー、固まっとる。固まってる。それは固まってるけど、このように仕上がりました。見てください、これ。このクッキーもね、しっかり底になってますよね。さあ、切っていきましょう。さあ、じゃあ切っていきます。ケーキ入刀。おー、サクッと。ダメはどうなってでしょうか。ちょっとこんなんで息って出してみます。出てくるんか、出てくるんか。おお、できました。チーズケーキね、落ちそう落ちそう。これこれこれ、お皿お皿。あ、よし、はい、倒れてしまいましたけども、チーズケーキでございますねえ、できましたね。僕もやればできるもんですね。さあ、ではね、今からね、食べるんですけどもね、実はね、これね、僕このままじゃ食べれないんですよ。ナチュラルチーズってね、食べたらダメなんですよ。食べる前にね、レンジでチンして火通さなあきません。なんでかっていうとね、そのリステリア菌っていうのと、腸管出血性大腸菌っていうのと、カンピロバクターっていうのと、サルモネラ菌っていうのがね、入ってる可能性があって、でまあ、今の僕のね、体ではね、食べれないんです。あの白血病で骨髄移植をしてですね、免疫抑制剤を飲んでるので、免疫力がね、すごい低いので、こういう菌たちにね、負けてしまうんですね。だから、まあ、このままね、冷たいね、ままのチーズケーキをね、食べようと思ってもね、ダメなんですよ。あと、ナチュラルチーズを使ってたらですよ。普通のプロセスチーズだったら火を通して殺菌してるんで大丈夫なんですけども、ナチュラルチーズを食べるときは必ず火を通しましょうっていう決まりがあるので、これを今からね、チンします。いいんかな、どうなるかわからないですけどね。チンしてみますね。おお、なんてこと。出来上がったんですけど、溶けるわさ。マジで溶けました。まあ、チーズだからね、溶けますよね。こんなことあります。あんだけ形があったものが、こんなに溶けちゃうなんて。くそ。これがですよ。こうなってしまいました。全然考えつかんかった。でもそらそうやわな、こうなるわな。あ、でもね、めっちゃいい匂いします。食べたろ、このまま。熱いんやろうな。スプーン。くそ。いただきます。
溶けてるチーズ食ってる感じですね。ちゃんとこのクッキーの部分いただきますね。クッキー熱っ。あ、でも、うん、うまいうまい、めっちゃうまいっすやん。なんでもうまく感じる。なんでやろう、これチーズ食べれてることのに幸せを感じてるんじゃない、きっとね。まあ、全然口も痛くないし、これぐらいだ食えるわ。これ全部ね一気に食うのはダメなので、まあ火分けて明日にでもねまた食べますし、ちゃんとチンしてね、この状態にしてから食べますね。うまいわ、これはいい。今ね言ったこう菌、リステリア菌とかっていうのは、腸管出血性大腸菌とか、あと何カンピロバクターとかサルモネラ菌とかっていうのはね、75度以上で殺菌されるようなんですよ。だからほんまにしっかりねチンして火を通してね、中まで火を通して食べると OK という感じでした。ごちそうさまでした。あ、でも後味ちゃんとチーズケーキですね。覚えているチーズケーキですわ。姿は変わってしまいましたけども、チーズを味わうことができました。でこれでカルシウムも取れていると思っております。はい、そんな感じで、まあね、砂糖も使ってないんで全然甘くないんで、これやったら体にいいかなって思ってます。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。